金丸、デスペラード、お前らのやり方がよく分かった。せっかくタッグマッチに持ってきたこのシチュエーションぶち壊しやがって。今日はな、負けたよ。それは分かったよ。でもな、お前ら忘れんなよ、熊本でお互いシングルマッチあるよな。今日の分たっぷり返してやるよ。今日はやられたぜ、金丸デスペラード。でもな、今日で終わりじゃない。これで終わりなんかじゃない。俺とヒロムで IWGP ジュニアタッグ必ず巻いてやるよ。おい、見たか、おい、おい、何が違うか分かるか、おい、おい、何が違うか分かるか、おい、こことここだよ。ヒロム、おい、なんかお前試合中何かを試させてもらうって言ったな。お前俺を試したのか、なんか試せたのか、それでなんか分かったか。答え合わせっていつなんだよ、お前が言ってる答え合わせってよ。何にも伝わってこなかったぞ。最後に伸びてたのはお前だ。ノブさんが言ってるんだろ今。頭と腕が違えんだとやってみみたいに勢いだけで何も考えてねえバカ誰が、そう簡単に俺たちに勝てると思う。おい、新日本プロレスよ、ロス・インフェルナブレスよ、ここから今日から鈴木軍が、俺たち鈴木軍が全てを仕切ってくる。そうだ、もう岡田も棚橋も用はない。熊本でここ新日本プロレスが終わる。ぶち殺してやる。ないと、もうお前には選択肢はない。そして真田イービル、お前たちに選ぶ道はない。ヒロム、武士、お前たちが逃げ帰る家もない。全て俺たちが奪い去っている。俺たち鈴木が一番。乾杯のビール、どこ行った。おい、ビール、ビール、飲んだ。おい。